平野の仕が最後にぶっこんだ事務所への反発不自然に消えるツイッタートレンド。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。マネジメント能力ゼロ、かよ、のといったあなた方の判断は大間違い。貴重な人材を粗末に扱った代償はでかいただできないと言われたら仕方がない。 キングプリンス以下、キンプリの脱退騒動をめぐり、ファンがネット上でブチギレている。平野紫耀が最後にぶっ込み5月22日に平野市要26岸ユータ27神宮寺ユータ25が脱退したキンプリ。平野と神宮寺は同日付で、出演映画のプロモーションを残す岸は9月30日付でジャニーズ事務所から、 退所し、5月23日から金プリは長瀬恋、24、と高橋海人、24の二人組となった。ファンたちが心穏やかでないのは、平野が退所直前、最後に投稿した公式ブログに、脱退の真相とも受け取れる数文を綴っていたからだ。平野さんは脱退日の5月22日午後11時前に有料会員向けのジャニーズウェブでブログを更新しました。 その中でめちゃくちゃ大変でしんどくてムカつくことも多かったけど、と前置きをしつつ、ファンと過ごしたコンサートが一番楽しかったと感謝を伝えました。また、グループから離れる寂しさを吐露しながら、キンプリが創業者のジャニーさんが最後にデビューさせたグループであることに触れ、ジャニーさんごめんね目標届かなかった、ただできないと言われたら仕方がない。 と、誰かからできないという言葉を放たれ、何かを諦めたことを綴りました、アイドル編集者団。この部屋の、ただできないと言われたら仕方がない、は、23日深夜にかけツイッター上で、金プリデビュー5周年おめでとう、を抑えトレンド1位になるほどファンから反響を呼んだ。ファンは、ただできないと言われたら仕方がない、のハッシュタグをつけながら、 誰が平野に海外進出なんてできないなんて言った誰が平野にこんな悔しくて辛いこと言わせたできねえわけねえだろ。可能性潰すな。ただできないと言われたら仕方がない FC 大会完了からめちゃくちゃスッキリからこの先一生 J にお金落とすことはない。平野仕様でない TV を見ない。J 事務所さんこれからの平野仕様の活躍、指を加えてみてたらいい。 退場後にバラすこともできただろうに所属あと1時間半というところで J としてぶっこんでくるあたり本当に痛快だし企画外の勇敢な感だった。とうののの感情が入り乱れながらも大興奮。3人が脱退した悲しみや怒りを抱えつつ、平野のぶっこみにスッキリしたというファンも多かった。 ただできないと言われたら仕方がないは平夜の街頭ブログ投稿から半日で8万件以上ツイートされている。しかし、日本のトレンド1位だった同文言は23日の深夜1時過ぎ、突如としてトレンドランキングから消えた。ファンそれぞれのおすすめトレンドには残っていたが、件数は激減して表示されていたという不自然な現象も起こっていた。 平野たちが目指していたものでは実際にできないことは一体何だったのか。大手芸能事務所関係者はこう話す。ジャニーズ事務所ではある機関幹部との面談が所属タレントとの間にありました。そこで平野さんたちは金プリとして海外挑戦をしたいと希望したけれどできないと言われたのではないかとファンは受け止めています。面談と同じ頃、 後輩のトラビスジャパンがアメリカの大手レコード会社と契約し、メジャーデビューが発表されたので、平野さんたちもファンも納得いきませんよね。その上でファンが期待するような数踏みがブログに記載され、一部のファンたちは留飲が下がったと思います。 ただ、23日に日付が変わったゼロ時には、ジャニーズ公式サイトから平野と神宮寺の存在はブログもろとも消え去り、金プリは長瀬と高橋二人の新たなツーショットに、騎士は個人の潜在画像に変わった。ファンからは、こういう時だけ仕事早い、と悲痛な声が上がっている。 平野さんは脱退発表後雑誌などで活躍の場が大きくなるとできなくなることの方が増える王子様路線は恥ずかしかったなど本音をぶっち焼けてきました。脱退直前の18日に出演したぐるぐる992時間 SP 日本テレビ系。 でも、やっぱりこの業界で生きていると、あまり生きているっていう実感がないじゃないですかとさらっと爆弾発言もして、ファンを心配させていましたね。テレビシュライター団。脱退騒動の急先鋒だとも言われる平野だが、金プリとして最後の音楽番組、メニュー101、NHK 総合、での生歌唱では、号泣して歌えなくなるなど胸に秘めた思いは計り知れない。 退場してから流行りたい仕事をしたい、とも語っていた平野ジャニーズ事務所所属ではなくなった彼は、今後どんな道を歩むのだろうか。エンタメ確人平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。